京都産学会 C は29日、北海道コンサドーレ札幌か MF、白井康介を期限付き移籍で獲得したことを表した。両クラブの公式サイトで伝えられてる。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、白井は京都、クラブ公式サイトを通じて、京都産学会 C は、J2 で勝ちできると思ってますし、そのための力にもなると思っています。来年のこの時期に、京都産学会 C に関わる皆様が最高の気分で迎えられてるように全力を尽くしますので、応援よろしくお願いしますなどとコメントしている。現在26の白井は2018年に、愛媛 FC から札幌に完全移籍。今季、公式戦30試合に出場した。白井の期限付き移籍、は、来年2月1日から2022年1月31日までとなっている。両。